さあ、じゃあここら辺でちょっとダンサーズちょっと紹介しようかな。あの子たち何なんだってみんな気になってたんじゃないのみたいな。ともちゃんとみっちゃんです。
エキゾチックなダンサーズ、マジで最高です。ありがとう。さらにちょっと深いです。いや、いいね。あの、上げられなくてもいいな。小さなトマト。ボブさん、長野は大鹿村ね。もうリニアもずっとしょうがないけど、リニアモーターカーのトンネルが通るって言って、あの村に頑張ってる。俺も静岡生まれだったから、大鹿村のさ、ほんと聖地みたいなとこで、なんか日本のチベットみたいなとこ。ボブさんがね、19歳の時にね、東京辺りで好きだよな、小さなとこで、これだけ十分なのにってね、ちょっと思う時あるよね、小さなとこで食べることでいいじゃん。そういかないのが人間だね、これ大変だな、これ哲郎さんに、哲郎さんの眼力がすごいんだけど久しぶりです。目力頑張れ。なんか、売っていいのかなみたいな感じだね。